どうも、こんにちは。いやー、このウクライナもですね、もうだんだん激しくなってきて、昨日ニュースですね、ハリコフのその商業施設、デパートみたいな感じの商業施設がですね、爆撃されたっていうんで、16人亡くなったっていうことですけどね。いや、ちょっとこれはいただけないですね。第二の都市ですからね。これはね、そのウクライナとしてもですね、ゼレンスキーにしてもですね、これはいただけないと思って、これ反撃すると思いますね。で、ウクライナの方も結構支援が今届いてきてますから、反撃の準備はできるということなんだけども、ただこれ反撃するとまた来ますからね。だからこれね、危険ですね。これやはり民間施設ですからね、商業施設。よくそういうことを続けてやってますよね。プーチン。もうこれ国際法違反であり、ね、国際刑事裁判所でも、ね、もう出てますし、もう本当にこれ国際法大違反であるということね、侵略ということでもありますしね。ですから侵略というのをね、本当に正式な、解釈がまだできてないというね、情けない話ですね。で、国連で侵略っていうね、定義を出そうとしたらですね、一応総会では出たけども、安全保障理事会では、いや、これはまずいよと、白人がみんな侵略国家になっちゃうじゃないですかって。ね、で、一番悪いのはアメリカ、常任理事国が一番侵略国家じゃないかって言われちゃうんで、この侵略で定義はやめようということになったんですね。それ変な話ですね。ですから一番大事な侵略っていう定義は、まあ、一応総会では出たんでね、一応それが近いかなと思いますけど、一応まあ、わかりやすく言うと、やっぱり軍隊が国境を越えてはいけないということなんでしょうけども、まあ、いかにもの軍事、そして民間人を殺しちゃいけないっていうね、こういったことをもう、あからさまにやってますからね。ウクライナだけじゃなくて、イスラエルもですね。今回はですね、ちょっとですね、またちょっかいを出しましたね。ハリコフ州、地域へ来たと思ったら、ついに、その第二のね、都市ですよ、ハリコフ。そこに、爆弾が命中したということですからね。これはちょっとね、いただけないと、私はね、危険だと思いますね。これを機に、これは怒りますからね。そうするとロシアの方の、この都市を向ける可能性ありますね、ゼレンスキー。それをまた、ね、アメリカもいいんじゃないかなって、ね、いいんじゃないかっていうか、それをご自由にっていう感じですからね。ですから、なかなかこれ大変なことになりそうですね。まあ、しかし、この国際社会、ね、ウクライナの問題にしても、イスラエルの問題にしてもですね、もう、国際裁判所も動いてますからね。国際刑事裁判所、国連。まあ、力不足ですけどもね。国連も力不足ですけども、国際のそういった機関がですね、動くということはですね、まあ、一歩前進だと思います。まだまだですけどね、一歩前進である、そういう一応前向きな姿勢の中で、日本の安全保障、これをしっかりしなきゃいけませんね。ぜひ皆さん、そういったことでですね、この国際社会におけるこの在り方、そして日本の安全保障、そして日本の歴史、ね、日本の国家観とか歴史観とかですね、しっかりしてないんで、本当に基本的なところ抜けてるのが日本なんですね。ですからそういったことをしっかりと検証しながらですね、本当にどうなんだと、この日本の在り方、そして国際社会、本当にですね、遅れてると思いますね。特に日本、遅れ切っている。ね、国家観も歴史観もはっきりと言える人がいない。この現実を皆さんしっかりと捉えてですね、本物の健全な社会とは何なのかをしっかりと考えていただきたいと思います。ありがとうございました。